皆さんこんにちは、YKスケです。本日2024年、11月の20日、16時13分、先ほどまでの、話の内容、題名の方は、2時間ほどの動画になってますけども、兵庫県知事、兵庫県斉藤知事と百条委員会の、奥谷委員長、どうこうという、見出しのものなんですけども、その話の内容を聞いてもらったら分かる通り、戦後の玉音放送、この話になると、もうこれだけテレビがね、ふざけ倒しているんだったら、昔はもっとふざけ倒していたでしょうから、玉音でしょ。印鑑は印鑑でしょ。ちょっとスポーツ業界の人たちも。いやもう毎回引っかかってくるんですよ、その玉音放送。いつできた言葉なんです。第二次世界大戦の前って日米野球があったでしょ。玉音放送ボールとバットでこう打った時も。昔もその話でね、友達と大真面目な話の方でこう考えていった時にね、裁判所もそんなんやろって、政府機関なんやろって、政府は嘘一般の話なんやろって、テレビ局があって、沖縄米軍ないんちゃうかみたいな話になって、広島の原爆とかもあれなんか暗い動きてる人がおるぞって、あんな話は本当なの、嘘だったらどうするっていう方向性からも考えとかなあかんのとちゃうかと。そのような形でね、1990年代に友達と、沖縄に本当に米軍基地があるかどうかと。多分本当に戦争がなかったら、多分基地はできてないだろうっていうことで、見に行ったということなんですけども、見に行って、またその玉音放送のことを考えたら、おかしいな、日米野球でそこまで仲良くなってたんだったら、国際連合の前が、国連の前はね、国際連盟だったわけじゃないですか。第一次世界大戦の、頃か、その後ぐらいの頃ですね。だその時に日本が、アメリカは国際連盟にその時参加してなかったんですよ。で、日本は連盟に参加してたんですよ。で、日本は途中で脱退してるんですよ。アメリカが参加しないんだったら、脱退しますって言ったんですよ。これどうします？水面下で実はその本当は戦争してなくて、日本とアメリカは昔から手組んでいって戦争まで、法律の世界まで、これ嘘だったらどうします？ありえますよ、これ可能性として十二分に。じゃなかったら、いや日米野球で仲良くなってたんですよねっていう話になるでしょ、どうしても。いや、だって法律だって矛盾する法律いっぱいあるから、余計な法律をたくさん作ってややこしい世界をずっと作っていたでしょ。で、僕は、何々法の第何条、これがいらないとかあれがいらないだとか内容とか指摘して、法律は早く削除しなさいっていうことを言ってるのに、ずっと削除してこなかったと。こうなってくると、ずっとふざけ倒したまま、どちらにしてもそうですよ。戦争があったとしてもなかったとしても。あったとしても、戦後、フェイクニュースを放送してるし、今のウクライナとロシアのその戦争のフェイクニュースもそうですけども、それによってね、オリンピックに参加する参加しないの話があって、ただし石炭の採掘だとか、石油だとか、そういったもの採掘によって地震が発生している。っていうことは、戦争、スポーツをすること自体が戦争だみたいな形にどうしてもなるんですよ。エネルギーの消費が拡大しますから。で、もともとは遊びの延長線上のものになぜか高額所得者が発生するという、この不可解な現象、我々一般人の一般的な仕事の方が本当は給料が高くないとおかしいんですよ。でしょ？なんか話がもうめちゃくちゃになってくるでしょ？なんでエネルギー使い倒してって。
もうすでに業務上過失致死なんだからって、エネルギーたくさん使い倒してる人がって。僕なんて風呂今年まだ1回も沸かしていませんよ。全部シャワー1月1日からですよ。去年なんか数回しか、あのもうよっぽど体調悪い時、もう今日も3時間しか寝てないんですけども、だからまあその兵庫県知事とね、百条委員会の本当に奥谷さんっていう人かどうかわからないんですけども、昔は奥村さんとかいう人が兵庫県議会にいましたから、市議会の方だったかもしれない。もうあの国会議員の人間とかテレビ局に名前変えて表記する名前偽名なのってテレビ出てるんですか。違法行為大体何のために弁護士とか裁判官とかが国会議員になってるのか、これじゃ意味がない。もう漁港をそのことを考えたときに、いや、どうしようって、これ、日米、もしかしてこれ日米野球とかで、本当は日本とアメリカ仲良くしていて、たはずだから、国際連盟の動きとかもそうなんですよ。アメリカが参加しないから、日本も参加しませんみたいな形なんですよ。でその後第二次世界大戦が始まってる話になってるんですけども、これどう思います？いつから戦争のフェイクニュースを放送してたのかって、さすがに米軍基地があるから皆さんそう思ってしまうでしょう。だからその当時生きてる人しかわからないっていうことになってくるんですけども、どうしますか。第一次世界大戦が嘘だったら、政府が平気で嘘を言ってた期間なんだから、なぜかその人たちの方が給料が高かったでしょ。その時点で話が変なんですよ。一般人の民間人よりも低い給料じゃないと絶対話おかしいんですよ。だからね、だからヨーロッパで言うと、その戦争が まずあったとしましょう。あったとしましょう。で、どこからどこまで本当なのか分からないんですけど、その前にオリンピックっていうものが14カ国で集まって出来上がってるんですよ。で、第一次世界大戦が始まってオリンピックは解体されてるんですけども、第一次世界大戦が始まったことにしてオリンピックを解体したのか、エネルギーの消費がたくさん加速してしまいますから、じゃあそれが分かってるんだったらなぜ米軍基地が日本にあるんだと、まあこういう話になりますよね。だからちょっとまあ話が、航空機を作るためジェット燃料の、けど第二次世界大戦の記録では、だからそれはそれでエネルギーの残存量の問題からで、もう嘘でもいいからこうエネルギーの残存量の消費を、加速しないようにするためにっていうような話なのか、もうかなり状況不透明なんですよ。二通りの考え方があって、まあ一つはオリンピックの件に関して14カ国も集まってオリンピックという競争を始めてしまって、そこで喧嘩が始まって、だから政府の上の方の人間の家計の人間とかオリンピックに出てた例とかあるから、テレビ局のアナウンサーだとか、だからお互いの国同士でそれで喧嘩が始まって、それで戦争始まったって始まっていて、それに一般人が付き合わされたっていう話だとどうしますでしょ。でもう一つ野球の漁港放送ね、ボールにこだわりますけど、いやだからずっと不可解なんですよ。印鑑は絶対印鑑じゃないですか。印って書いてるんだから。球は違うでしょ。昔マガタマとかなんかそういうようなことを言う、ね、三種の神器とか、マガタマの時点で魂を表現したとか何だかよく分かんないですけども、そのじゃ草薙の剣とその鏡、何とかの鏡、その時代にありました本当に鏡。分かる人います？本当のところ、本当のことが。
いや先生からこうなったから学校でこうなったからこういうふうにこの時代だっていうことになってますみたいなことでしょ結局。証拠なんてないんだから。襲いっぱなしの連中とか大学の教授とかになって勉強者気分になってテレビで嘘800言い始めて高級取りで会社乗り回してるんですよ。だからその漁港放送漁港放送変でしょ。やっぱり玉音って書いて玉音って野球音でそうなの。その特にその打撃音そんなに野球を続けるんだったら戦争したことにするわとかそんなわけのわからん時代でした。昔だったら十分にありえそう。だって買収防止法できなかったの1956年ですよ。大切な政府がそう言ってるんですよ。だから米軍基地を設置するだけでその科学の発展だとかそういうことを称してねジェット戦闘機だとか旅客機だとか船だとか造船技術は日本にも十二分にありました。1980年代は世界中の、船の生産量の半分ぐらいが日本でしたから 50% ぐらいが。アジア全体で言うと 98% ぐらい。だから船を、その当時、作ってたのは日本なんですよ。まだ、だから朝鮮半島とか中国とかは技術はあったんですけども、その時まだ戦争中のはずなんですけども、どうしましょう皆さん。話しました。最初からもう全部考え直さなきゃならない話になってきたんですけども、これ本当のところどうなんだと。第一次世界大戦からしてフェイクの可能性があるんですよ。だからだって今の近代時代でさえ北海道という地域でさえですよ、冬場のすごく雪降ってる時はもう育てちゃダメよっていう放送になるんですよ。死んじゃうから。ロシアだって鉄道止まるんですよ冬場。あんなに北の豪雪地帯のところなんて新聞なんか絶対不可能じゃないですか。だからみんななんか戦争の映画とか見てなんか話おかしいでしょ絶対。それいやその当時そんなこと無理やんっていう話になってくるでしょ。だからオリンピックを開いた14カ国で1800年代ですよっていうことは交流はヨーロッパの各国であってちょっとみんなでオリンピックしようかというようなことで何か出し物みたいな形でオリンピックをし始めたわけじゃないですか。だからもうその当時はテレビがなかったから、あとまあ一般人にももっと後の時代ですけどテレビが普及しますけども一般人には手の届かないものであったと。じゃあラジオ聞いていてオリンピック聞いていて盛り上がりますまずルールを覚えるのが先でしょ。ルールを覚えてから何がすごいのかが分かってきてそこで拍手とかになるわけだから、国同士の意地の張り合いだったのか何なのか分からない話になるわけじゃないですか。で、第一次世界大戦が始まって、まあ、オリンピックは一回解体されてるんですよ。でその後オリンピックは再開されてるんですよ。ウラン鉱が見つかったこととかこれ考えていったら、なんか原発というものが作れるかもしれないとか何かそういうふうな形で、まだ余力が出てきたから何か世界中の旅行とかしちゃおうぜみたいな形にも見えるわけじゃないですか。それまでのスポーツ業界のしてきたことを裁判かけられたら困るからみんなで嘘ついてしまおうぜみたいな形で、それも世界中って言ったいやだってね、あの
東条英機が死んだことにしてるその映像で輸血するような器具を通してアメリカ兵らしき人物から血をね抜き取っていて、その東条かけて最初撃たれたことにしてたらしいんですよ。もう参った。合成グラフィックっていうものが白黒の時代から作れたとするんであれば、作れてたらしいんですよ、一説によると。もう参った、参りました。除名受けに実際に来ていた可能性だからもう昔からもう分かんない、昔から死んだことにするっていう方法がずっと使用されていたから、長年の昔の戦国時代の頃から日本も他の国もなぜかその実質とは本当は生きていましたっていう話になるんですけども、もうこれ最悪な本当に状況ですね。ただしも新潟の石油採掘の事前あの話で、能登半島の地震の件に関してはもう皆さんご理解していただきましたよね。だからもう資源っていうものは大事に使わなきゃならないから、もうガソリン車生産停止して、みんなも電車バスで移動ですよっていう話になります。まあ、一応こちらの方をスポーツ業界の人たちも見てもらわなきゃならないみたいな話になってますけども、まあまあその表現地サイトというものと、百条委員会の奥谷議員、だから昔は奥村っていう人がいたから、もう僕もね、政府のしてるその嘘の大量の嘘を考えたら、もう奥村っていう人の子孫なのか、奥村っていう人が本当は奥谷だったのかも分かんない本当に。ちゃんと住民票とか議員とか公務員になったらもう世間に開示するっていうルール作りません、あと会社の役員は。まあ、一応それは会社の一般的ないう登記簿という形でフルネームと住所が記載されてるっていう話になるんですけど、だから公務員が公と言いながら名前をね公に公開してないっていう話になってくるんですけども、住所とワンセットで2003年に個人情報保護法っていうややこしい法律を作って、そこでねちゃんと開示しなさいっていう法律あるんですよ。個人情報保護法の中に開示請求っていうものがあるんですよ。だから拒み始めたら、悪いことしてなかったらこのはずが絶対ないんですよ。何回考え直しても。いやだからね、もうちょっとね、もうこの戦争の話ね、正直もう僕もね、もうお手上げですね。だからテレビ用の歴史と昔の戦国時代はテレビ用の歴史と、一般の正しい歴史があるんですよ。源義経、牛若丸は京都の役人で弁慶っていう人がいたんですよ。京都の都の中に入るところにね。そこで、みんな武器である刀とかを預けていかなきゃならなかった。昔は今はだいぶ熊とか駆除されてますけども、猟友会の人たちで。で、だけどもまだいることはいるわけじゃないですか。で、まあ、すべて全員完全に駆逐するっていうことは、まあ、もう面積的にもう無理がありすぎて、あんまり深く山の奥の方まで行くっていうことが、ちょっと危険すぎるっていうことで。で、そのアスファルトを敷いてる ところじゃなくて、それ以外のところに行きゃ、それはいるわけじゃない、いるわけじゃないですか。それからアスファルトから外れたところがそんなに奥の方行けるかって言ったら、それ無理なことであって、そんなに地形的に不利なところでね、熊と戦うなんて銃を持ってたとしても、そんなに簡単なことじゃないと。聞いたって、ものすごい勢いで、もう一直線に走っていったら、そのままのスピードで、登ってるところの映像を見てびっくりしますから、本当に足に鎖でその罠に引っかかって、このバチーンってこうものすごい強い勢いで締まる、まあその先がね
刃物がついていて、で片足が挟まっていてね、でまあ鎖がついていて、まあ数メートルので、まあ、その辺もものすごい勢いで走り回って、その罠から逃れようとして木登っていった時に、もうそのスピードでもう上がりで寄って、で鎖がねやっぱりこう張るわけじゃないですか、すごい勢いで。今度も私が伸びきった時にバーンってなるわけじゃないですか、その勢いでね。まだ降りてくるんですけど、転げ落ちないんですよ、運動神経やっぱり野生で生きているから。ちゃんと着地しようなんですよ、綺麗に。あれだけの反動でこうものすごい勢いで登っていって、その反動ですごい、普通だったら人間だったらもうそのまま背中から落ちてしまうような状況なわけじゃないですか。じゃあそれを考えたら、昔刀の対等をしていたっていうのは、旅人とかが熊とかと出くわした時、まあ刀程度じゃよっぽど体鍛えてなかったら、背の高い人はね、やっぱり熊の方が体重重たいですから。昔は大きい熊はやっぱり200キロとかありましたから、じゃあそういうのと戦えるかって言ったらね、刀持っていてもやっぱり1対1じゃ無理でしょうし、まあ集団だったらなんとかなったかもしれませんし、まあ鎧着て旅なんかまずできませんからね。夏場のペットボトルの水なんてものは4時間ぐらいで腐ります。でこれは今年河川撮影しに行った時に、しっかりと淀川の河川を撮影しに行った時にその記録、言っています。何時頃に飲んでっていうことで、でジンマシン出てきて、で水はそんなに簡単に腐るのに、今の一応まあ浄化水槽を通したもの、昔井戸とかの水がそこまで長持ちしていたっていうのも、まあちょっと考えにくいと。でもあまりっていうか、その大群での移動なんていうものはまず無理であったと。で多くの人間での旅行も無理であったと。どこかの村で、まあ、もしくは町で、食料、その当時に通貨があったかどうかわからないですけども、食料を分けてもらいながら旅を続けていくしかなかったわけですから。馬いたら馬が餌くれって言われますよ。馬の飲み水、一応まあ競馬で言うと馬体重で見ると軽い馬でも420キロ30キロなんですよ。本当に軽い馬で、重たい馬だったらもう500何十キロ。そんな連中にね、餌くれとか水くれって言われた時に、でも一緒に持って移動してたら何しに馬連れてきたか分かんないんですよ。だから馬なんか連れてこられたら迷惑だよっていうような内容の昔の映画見たことあるんですね。馬に食わす餌なんかうちにはないですよ、人間だけでも手いっぱいですよっていう。その辺の草食べるんだったらなかなか前進まないでしょ。何回考え直してもこの答えになるんですよ。実際歩いてない人たちとかが身勝手にあれこれ考えて、どうせテレビとかドラマとか小説とか作って最初は小説とか書いたりすることによってフェイク巻き散らしていったんじゃないですか。っていう考え方もあるんですよ。っていうのは原爆ドームに関してちょっと違和感あるんですよ。なんか一番上の部分だけ鉄格子が見えてるの、あれなんか変じゃないですか。骨組み、鉄骨の部分、ドーム型のあれと、なんかドーム球場の原型でした、もしかして。なるでしょう、最終的に。だからコンクリートの吹き飛び方とかは、上の方の部分だけ吹き飛んで下の方の部分だけ残ってるって、なんか変でしょ、それはそれで。こんなに嘘が多かったら、なんか戦争の話も政府が言うんだったら、あ、嘘かもしれないね、程度で、良かったんじゃないかな、だと思うんですよ。で、法律の世界まで嘘がたくさんありましたっていうことになるんであれば、何のための納税だったのかっていうことになるんですよ。お金の計算式っていうややこしいものを作って、で、余計な手間かけて、
納税と給付を繰り返して、なんでこんなややこしいことしてんのっていう話になるんですよ。その最低賃金をね、引き上げるために企業に最大600万円の支給だとか、雇用助成金だとか、税金集めては税金を、支払ってるわけじゃないですか、一般の民間の会社に。それをお互いするんだったら、納税なしにしたらいいわけじゃないですか、法人税とか、固定資産税だったとか。だって行政の方がね、身勝手にお金使ってるんですから、スタジアムとか建設して。絶対悪者行政なんですよ。エネルギーの使いすぎは。まあちょっとこの件に関しては、こういうふうな話でね、一回ちょっと戦争の件に関しても、第一次世界大戦、第二次世界大戦に関しても、一回ちょっとみんな疑った方がいいと思う。まあ、こういうふうな話になるかと思います。だ法律によって人の統治をしようとして、プラスコンピューターの登場によって、今耳鳴りがこう聞こえてきたんですけど、次回っていう内容でね、電波で抗議を、こもってたんですけども、何回もこれ申告してますけども、これコンピューターの方でお金計算しておいてくださいよ、損害賠償。被害金額。慰謝料込み。というわけで、一旦は、戦争の件も、ちょっと第一次世界大戦、第二次世界大戦、ちょっと僕一回疑う方向で本当にあったかどうかっていう ところで、法律の世界もだいぶ嘘が混入されてるんじゃないかっていうところで、ちょっと考えてみますね。以上です。ちょっと言われたら皆さんもおかしいなって思うでしょ。あのドームの骨組みのところだけを見ると。で、あと、原爆投下の日の、その広島の原爆投下の日なんですけども、黒着てる人がもともと表舞台に出ていて、総理とかがいなかった時ではあったような気がするんですけども、それについて皆さんどう思いますかっていうことなんですよ。僕は小学生 1,2 年生ぐらいの頃ですよ。以上です。